はいいつもありがとうございます。パーソナルプレイクで ARZ さんからご依頼です。えー、この前にね、調査の p b をしたんですけど、出ませんでした。で、昨日 MRZ さんがね、バデュー号を当てたんで、えー、どちらの今のリストですね。うん、残り4です。残り4なんですけど、やっぱなかなか、ね。なんでですかね。ちょっとわかんないよね。 そういう形式は似てる。箱的には似てるんですけど。だってこの辺のメンツなんて普通にレギュラーカードをポッて出てもおかしくないメンツじゃないですか、普通に。<laughs> ねレギュラーカードっすよ。フルマー。リププ券。あ、なんかちょっと見ないよ。フルマーとかもいないな。 うん、ちょっとメンツ見ないですね。立憲さんも、まあ出なくはないけど、横型はあんまり見ないかも。ポッペンだ。ルキー1。シザーヘルなんですか。まあ見ないといえ、あ、デイビッド・マッケーは見るな。なんかよくわかんないっす。<laughs> 結論そうなっちゃうんですよ。なんか似てるけど似てないな、みたいな。ロペス。 レーン・トーマスですねまあちょっと見ないなあ,あパームあ来たおお ARZ さんもはい豊よさんに貢献3番目だ138おーやっぱちょっと見ないんだこの箱ねはいパームさんはい出ました残り3です で、あのー、えっと、RZ は、まあ、あの SNS やられてないんですよ。自分が若い時からのお客様で、はい、あのー、まあ、ベテラン、ね、年配のコレクターの方ですから、ちょっと SNS はやってないんですよね。で、あの、お返しとかもいいっていう方なので、はい、あ、逆さだ、ヤンミラーが出ました。全然トヨさんもあのお気にせずにという、はい。 で、えー、豊さん、今日ね、発送するときにあのパーム入れます。ね。先ほど2つパーソナルブレイクしたやつに含めてお送りします。で、えっ、ー、と、ARZ さんの方もこのイアンミラー。うん。あの、結構オープン戦活躍してます。いいですよ。まあ、移籍しちゃってるのかな、確か。うん。トレードされちゃってたのかな。でも活躍したんですよね。してるんですよね、オープン戦。 うん、アレック・ミルズ。あと、セスペデス・ヴィラ・ハーバーか。でも、まあ、どうなんだろうね。<laughs> ちょっと見ないなーっていうやつから、やっぱ出んだなはい、グルフィです。バーランダうーんと、オレンジかなせーの。あー、メフィアだ。でもまあ、ルーキーですから。一生あれぞれなって思ったけど、はい。 メヒアの方です。エリック・メヒア。はい。まあ、ルーキーのオレンジですからね。全然ありだと思います。うーん。いや、でもパーム出たらよかった。あと 3, 3枚か。ハーパーがオールスターでしたっけど、ホームランダービーですよね。確か。ゴルデロ。ムスタカス。カーショ。 で、これがサインですね。まだ出てないので。はい、トムリ。キンズナですね。で、サインでせーの。カエルギャーリックですね。よいしょ。店長、スーパーのガーリックパンが好きです。<laughs> 関係ないですけど。はい、フィリーズですね。で、最後2と3でした。 はい、ということで、うん。まあ、たハーパーはオールスターカードだから、3番目に出てくるのかなっていう気はしますが、まあ、セスペデス、ヴィラーもどうなんでしょうね。パンプ3番目でしたね、林さんの。ちょっともう、ローダー入れちゃいますよ、もう、パンプさん。<laughs> で、これ、豊さんの方に。ということでね。はい。で、えっ、ー、と、ARZ さんは、あの、ねあの、お礼とかは大丈夫ですということです。 えーっと、ルーキーが2枚、グリフィーが1枚ですね。ちょっと後で、ちょっとローダー、今ので切れちゃったんで。ポッペン。まあ、イアン・ミラーはルーキーの中でも、まあ、まあ、ちょっと下告状を起こしそうかなっていう感じですからね。チャンスはある感じですね。まあ、ルーキーのね、こちら、パラレルとサインがこちらとなりました。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。